ようこそ光の仕事人。このコーナーは新潟で光り輝く方をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今日のゲストです。まずは自己紹介をどうぞ。はい、はじめまして。私、プランツアートクリエイター園芸福祉士の権平綾子と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いつにない声を出してるじゃないですか。緊張してます。ね、でも今日は私となので、はいはい、リラックスして、はいはい、お願いします、はい、そう、プランツアートクリエイター園芸福祉士の権平綾子さん、はい、うん、緑デザイン研究所という屋号もありますよね。あ、そうですね、はあ、あ、そうそうそう、うん、ありがとうございます。お隣の西区でね、で私ともすごくこう古くからの、はい、知り合いなんですけれども、もう10年ぐらいになりますかね。10年超えてるんじゃないですか。超えてますよね、はい、あっという間ですね。はい、で今日も可愛らしくお家のね、あ、ありがとうございます。お家のマークのこれはブローチ、はい、そうですね、うん、誰かが作った。あ、はい、あのプレゼントしてもらいました。可愛らしい、はい、本当にあやこさんはいつなっても年を取らない。また本当またまた本当。いや、年取らないですよね。いや、取ってますよ。いや、着実に。なんかね、女優で言うと原田知世さんみたいな感じ、永遠に16歳みたいな感じがしますけれども、さあそんな綾子さんなんですが、お生まれもずっと新潟市で。そうですね、新潟市です、うん、で、いつからこのね、緑とか植物、うん、お花に出会ったのかっていうところなんですけど。そうですね、うん、どこから切り取るかっていうのがなかなか難しい質問なんですけど、うん、あの、まあ、親が好きだったから、もう生まれた時、まあ、アパート暮らしだったけどずっとお花を、うーん、あ、お母さんがじゃあ好きだった。そうですね、華道もやってましたし、ちょっとしたあの鉢物もすごく好きでやって出たんです。その影響ですね。じゃあその時は全然、あ、その時は全然全然手伝ったりしなかった。手伝ってって言われたら嫌だな。なんで私がこれするのかなっていうぐらいな感覚でした。じゃあ幼少期は何に興味があるお子さんだったんですか。あ、そうですね、うん、あ、絵描いたり本読んだりはもう、あ、今もね、そういう細々したこと好きですよね。結構地味なの好き。だってなんかこう、会員さんに毎回こう広報みたいなものを送ってるじゃないですか。はい。ああいうものも、こんな豆なことを毎回やるのって私なんて思うんですけど。あ、そうですか。すごい豆ですよね。そうですね。今はそれが電子版に移って。なるほど。もうあのメッセージでなんですけど、紙はじゃあちょっと卒業して、そうですね、今電子版になって、わあ、まあ、時代とともにね、変わりますよね。そうだね。でもそういう幼少期だったけれども、いつ頃か自然と何か植物に惹かれるようになって、やっぱりそれなりに事件がやっぱり、事件があった。何の事件が？あの、いや、あのやっぱり、その時代に。まあ、家を建てたっていうのも一つの大きく、ああ、そうですよね、うん、ご自身の家を持ってお庭もちょっとあって、だけれども忙しくて全然やってなかったんですけど、うん、やっぱり会社勤めの中で自分がこう、まあ、時代が悪くなっていく中で追い詰められていくところがあって、ちょっと会社辞めざるを得なくなったんです。その時にこう何もしてなかった庭をちょっとこういじり始めたら、なんか楽しくなってきて、わだかまりが溶けるっていうか、あの、土にね、触ったらね、そっちの方です。よく土セラピーって言いますけれども、そっちの方です。そっちの方で、うん、あ、なんか私心が洗われたわって感じで、うん、汗と涙と鼻水と流しながら、うん、いろんなものが浄化されていく感覚をその時に感じて、あ、土とか植物って素晴らしいと思って、そうですね、それに携わっていきたいと。この次に何か仕事をするんだったら、自分が感銘を受けたもので一生続けていきたいっていう気持ちが強く、それで花屋さんに勤めたんですか。それで修行をしたくて、そういう道に行きたくて修行をしたくて、いろいろ探したんですけど、
なかなか条件に合うものがなくて、それならばと思って募集があったバイトで花屋さんに、修行のつもりで行きました。別に花屋になるつもりはなかったんだけれども、何か学べるかなと思って。そうですね、でもそこでいろんなことは学びました。すごくいっぱい学びました。へー、まあ、花の、ね、知識だったり、そうですそうです、こういう風に育てるんだよとか、あとはどうやって農家さんから箱で届いて、どうやってお店までの過程とかもそこで学ぶこともできたし、そういうとこ知らないですもん、一般の人はね。あとどの時期が、まあ、母の日とか、お盆とかどのぐらい忙しいのかとか。やっぱり一番は母の日でしょ、当時はね。当時は、今は多分ちょっと違うとは思いますが、当時はあんまり労働基準法で引っかかりそうなんで言えないぐらいのところまで皆さん頑張ってらっしゃいました。結構じゃあ当時ブラックだったんだ言っちゃまずいけどね。へー、でも楽しく仕事をして、である時じゃあ次のステップへってなった時に辞めたんですか。それも事件があって、また事件、その勤めていたお花屋さんが潰れちゃったの。あら、それは何かの、そうでしょ、サインですよね。導きでしょ、もうそこで導きだなと思って、ここ今やらなかったら多分一生やらない、次のバイト先を探したらきっとやらないなと思った。それは20代30代30前半、35に近かったかな、34か5ぐらい。でも今ね、起業している女子はそのぐらいの人いっぱいいますからね。でも当時は少なかった。当時はそんなことするのはなんかそれこそ清水の舞台から飛び降りる的な感覚、起業女子が少なかったですよね。ですよね。フリーランスになるって、えって言って反対されたでしょで、どうでしたご主人とか家族は。すごいよね、今から考えるともうそっちに拍手ですもん。あ、理解してくれた、すごい。すぐに入ってわけじゃないんですけど、今から考えるとそこで普通の人、えって言うよね。でもきっと彩子さんがもう断固として決意を見せたんじゃないですかこいつは曲がらないみたいな結構そうですよね、ニコニコしている顔して芯が強いでしょ。ありがとうございます。褒め言葉だと思って、そこから、まあ、その園芸福祉士とか資格を取っていったんですか。そうですね、もう何か武器を持たないとお仕事ってできないと思い込んでたんで、私には武器がないって思っていたから、何かその表現するもの、私の仕事はこういうものですっていう表現するものが欲しくて、それでちょうど新聞広げたら園芸福祉士の講座募集ってあったので、それに申し込みました。もういろんなところでコラムとかエッセイもやってましたよね。 ありがとうございます、で私もフリーランスになったばっかりで、彩子さんがね眩しく見えたんですよ。今も眩しいですよもう憧れの存在で、いやこんな風になりたい、キラキラしてるって思ってたんです。本当に本当に、キラキラに見えますね。いやだからで仲良くなっていってランチとかするようになっていったら、あ、かなりのもう苦労というか努力をされてる人なんだと思って。そうですかね。まあ、努力を努力と思ってないんでしょうけど、学びがすごいですよね。学ぶのが好き。あ、でもいろんな人にいろんなこと、もう最近はもう年齢が上の人じゃなくて、下の人にも本当教わることが多くて、あ、わかる。 SNS とかの使い方とかもね、もうなんか目から鱗で、ありがとうってだんだんそうなっていくんですよね私たち後輩とかね若い子に教えてもらうようになるっていうもうでもありがたいです、こんな相手にしていただいてありがたいです。いやそうですか。じゃあもうその起業しようって思ってから今何年目。来年で18年。うわー、すごい。10周年の
パーティーを西区の海岸のね海カフェネフさんでしたばっかりかと思ってた私。桃代さんに司会をお願いさせていただいたんですよ。ありがとうございます。本当記念に残るいいパーティーでしたね。もうなんか夕日を見ようと思ったら真っ暗になっちゃってご飯があまり美味しく感じない。いやいや十分美味しかったですみたいな、ね、でもすごいピアノ演奏とかあったり、ね、素敵でした ね、 ね、あのキャンドルもと思って。そうですよ ね、 ね、 っぱいって思って。あれが10周年だったのに今18も、あらなんか浦島太郎みたいになってますよ今。あっという間ですね。それだけみんな積み重ねてますから。そうですね。あと2年で20周年。いやいや20周年は静かに静かにします。静かに一人でケーキでも食べる。いやいやいや私と一緒にお祝いしましょうよお願いします。そうですか。なんかすごく歴史を感じました今ね。で、あのプランツアートクリエイターっていうさっきね、はい、お話しされましたけど、プランツアートって何ですかって。あ、うん、そうですね、前会ってた時は違う名前だったと思うんですよ。そうなんですよ。何でしたっけ。グリーンライフコーディネーター。そうだそうだそうだそう、うん、なんですけど時代は進んでいって、もうコーディネートして見せるだけのそういうものよりもお客さん、クライアントさんが自ら表現をすることをもう時代としては増えてきたなと思っていて、なのでこうアート、人生と皆さんの植物のこの栄枯盛衰みたいなものを重ね合わせて多分こう表現をしていく場になっていくのかな。あの大きさは、事の大小はそれぞれの方のライフスタイルに合った感じでいいと思うんですけど、そういう意味でちょっともう一つ私もステップを上げて、こういう名前でやるって言って商標も登録して。すごいな、すごいよ。いやもう本当にどん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 進化していきますよね。してると嬉しいです。私出会った頃はその寄せ植えとかがすごくみんなね人気で集まってって、私もハロウィンの時のイベントでしたのをすごく可愛くって覚えてますけれども、うんうん、ああいう寄せ植えとか、あとは何ワイヤーアートで、はい、ね、いろんなオブジェみたいなものを作ってたりもしましたよね、はいはい、そこからまた一歩進化してプランツアートっていうのが今並べたような感じですか。あ、そうですね、うん、これはあの新しいチームで作ったものなんですけど、はい、あのこれがいつはプランツアートっていうものは私としては準備はしていないんですけど、ちょっとこういろんなことをすることがもうすでにそうなんだよっていうお話だと思ってます。植物を使ってアートの表現をするってことを考えてます。あ、それもそうですし、もちろん一般の方々がお家でそういうことを表現することももちろん含めて、なるちゃんは皆さんがプランツアートをできれば広げていってほしい感じ。そうですね、そのこの考え方っていう か感覚っていうか、なんか商品として買ってきて並べて終わりっていうより、そこに何かストーリーをご自身の中で重ねていただいて、せっかくねいただいた命なので、そこで何かを得ていただいたら嬉しいなとは思っています。へえ、今って本当インスタグラムとか見ると、皆さんが、100人いたらね、100人がアーティストみたいな。アーティストだよね、本当に思いますよね、素晴らしい。特に今の30代、20代の若い人の感性って素晴らしいなって思って。すごい、本当に。いや、勉強ですよね、日々。って思います。じゃあ後半もまだまだお話伺っていきます。後半はね、新企画、そのチームでやる新企画についてお話伺いたいと思います。一旦コマーシャルです。ようこそ光の仕事人。今日のゲストはプランツアートクリエイター園芸福祉士の権平綾子さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、2020年21年とコロナ禍でまだまだ続いてますけど、かなり愛子さんの中でも変わったんじゃないですか。そうですね、あのイベント類は一切ゼロになりましたね。ゼロで、
落ちてました。メンタルは、うん、メンタルはなんとなく、なんて言うんでしょうかね、長年やっていると、うん、パンデミックが何回かやってきてるんですよ。そうか、そういうことね、18年の中に、ね、東日本大震災とかありましたね。いろいろこう経験してくると、なんとなく予測がつくっていうか、うん、あ、こう来たかみたいな、うん、あの慌てなくなりましたね。すごいな、動じない女。で、じゃあ今回は自分的にはどういうことを変えていこうって思いました？そうですね、うん、あのまあ、リアルで会えないっていうことが、庭を作る時も行かなきゃいけない、まあ、大勢で行くわけじゃないので、うん、全然あの既存のお客様には別に影響はなかったんですけど、うん、何かをしたいっていう人が動けない状態だったので、うん、仕掛けようがなかったので、うん、オンラインにいろいろ切り替えてはみたんですけど、うん、既存のものをそのままオンラインに切り替えるっていうのはやっぱり NG でした。例えばその寄せ植え教室を、ね、画面越しで、じゃあ土入れますよ、お花はここでっていう感じでやっていくと難しいですか？そうですね、まずあのどうやって物を届けるかっていうところも、そうですよね、その分の送料もかかっちゃうし、そうですね、そのハードルがやっぱり高いのと、認知がやっぱり低いっていうのと、そこにエネルギーかけて認知を上げるよりは別の方向を探った方がいいんじゃないかっていうふうに思います。そこで何か新しいアイデアは湧きました？そうですね、まあ、オンラインを使って、自分の思っていることを伝えるっていう方向性を少し考えました。伝えるってなると福祉士として伝える？そうですね、福祉のところは完全に、うん、そうですね、作業所さんとかそういうところも閉鎖に全部なっているので、福祉士としての仕事はもう一切できない状態なので、そうですね、これからちょうどコロナ禍でみんな心がすさんでたので、あのメンタル的なもの で、ね、心理学とかそういったものですか？そうですね、あのサポートの方に回って、あと相談とかを、まあ、有料にはなるんですけれども、うん、やっぱり心病んでる人多くて、ちょっと緑の相談とかはすごく増えてきたので、そういったところに切り替えていきました。例えばちょっと落ち込んでるんだけど、それに合うようなグリーン何かとか、うん、例えば医療系とかだともう一切外にも出れなかったりとかすると、そうですよね、結局何かお家でできるもので子供たちも一緒にできて癒されるものって言ったらガーデニングじゃないかっていうところに行き着く人も多かったので、その方のどういうお庭が欲しいとか、どういう植え込みがしたいですかっていうのをサポートして、それ一緒に作るところまでっていう新メニューを作ってやってみます。それもいいかもしれない。やっぱり素人だといきなりね、寄せ植えとかお庭いじりってなってもわからないんですよ、どうやったらいいか。だとね、やっぱりプロにそういう一から教えてもらってありがたいですよね。ね、そう言っていただけると、うん、で、癒されたっておっしゃってました？そうですね、でサポート期間だと急に悩みが出てきた時でもオンラインすぐつなげて、あの困っていることを聞けたりとかしたので、その安心してる顔が私がまた嬉しくて、そうですよね、はい、よかったよかったってお互いね、顔を見合わせて画面上だけど、そうですね、便利な世の中ですよね。すごいものがあるなと思いました。しかも新潟県外でもできるわけじゃないですか？そうですね、今ちょっと県外とかも、はあ、いました、お客さん、まああの風水関係だけど県外の方いらっしゃいます。へえ、そう、そこがねオンラインの良さかなって思いますよね。はい。で、さっき前半ちらっと出た新しい企画っていうものなんですけど、なんかチームを作ったんですって？そうなんです。うん、はい、これがもう光のお仕事人にも、出演してくれたライフオーガナイザーの森麻里さん。はい。うん。と私もよく知っている初夏の若月美蘭さん、はい、ね、この彩子さんの3人で、はい、5スタイルというものを販売しようと、はい、うん、これねプラス5スタイルって書いて5スタイルと読ませるんですけど、このプラス5って何ですか？こう、あ、5っていうのが、まあまあ、3人ともとっても、うん、
運気の上がるようなお仕事をしているんですね、偶然。あ、そうだ。そうですね、開運にまつわる感じ。そうですね、なんかこう、皆さんを幸せに導くようなお仕事をちょっとしているので、陰陽五行の五も入ってますね。あ、なるほど。あとは年間5回お届け物があるので、幸福便が5回届くので5ですね。そうか。あとは、うん、季節でいうと4つ季節があるって私たち認識してるんですけど、春夏秋冬、はい、それにもう一つ最後の季節があるよねっていう。何ですか最後の季節。最後の季節は、うん、いろんなものが終わって、まあ、通常の人は汚いよねっていうような景色なんですけど、うん、次の生命を育んでいるもう一つの季節があるよねっていう認識がみんなの中にあって、それを表現した言葉になってます。よくできてる造語ですねそれでファイブスタイルか、この初夏とそのライフオーガナイザーとで植物のね、あやこさんと、なんか一見ね違う分野かなと思いきや、そういうところでつながってたんですね。ね、うん、多分こうそれこそ神様がこう糸をこう紡いでいったら、ちょうど偶然その上に乗ってたみたいな、出会った、ね、点と点が線で結ばれたと、はい、いうことなんですよ。これ具体的にどんなものなんですか、はい、季節の福袋って。はい、今ちょっと今回、持ってきていただきました。一番最新のもので持ってきたんですけども、初夏のミランさんは、今水を汲みに行っております。水を汲みに、タンクの水汲みみたいに、はい、ね、お酒をね、こう作るときに仕込み水、そんな感じで仕込み炭の水を汲んで一生懸命炭を吸って、皆さんのために、うん、精神を統一させて、エネルギーの高い文字を書いてます。もう私去年か、うん、そのミランさんに言霊というか一文字を書いてもらったんですよ、一文字。これはね、うちの息子がどっちも兄弟名前がついている生っていう、はいはい、生まれるっていう字にしたんですけど、とってもよくって玄関に飾ってます。いいですよね、うん、エネルギー高そうですね。でしょ、うん、そう、生まれるっていう字もすごいし、うん、そのミランさんの書いた、うんうん、パワーもすごいし、うん、だからね、玄関でいつもこう見ながら元気もらってますよ。そう、それで場所ごとに5つの場所をきれいにしていくんですよ。え、場所って？この2の福袋はデスク周りなんですけど、はい、うん、キッチンとかリビングとか玄関とかを整えていく。あ、それでその書と花を飾るっていう、はい、でお家が全部整って気がつくと、まあ、自分の目標を達成していくよと、達成していくっていうところを年間を通してやっていく。あ、それもじゃあ森まりさんがこうコーディネートしてるわけ、整えるっていうところでね、レッスン動画でね、お届けしていくので、うんうん、そうそう、だから書と植物は形があるじゃないですか、はい、整えるってどういうことなんだろうって思ったら、レッスン動画を、はい、配信というか見せてもらえるわけですね。そうですね、そのご購入いただいたお客様が、うん、いつでも見れる状態。そうですね。へえ、新しい。自分のアクションプランをクリアしていくっていうミッションも入っているので、うん、1年経ったら面白そ う, そう、結構ステップアップしてすごいことになってんじゃないかなと私は思っています。じゃあその5つの場所、まあ、キッチンだったり、そのいろんなリビングだったりあると思うんですけれども、その5つの場所が最終的に整えられると。そうですね、いうことなんですね。楽しみですね。ね、楽しみ。うん、これが、5シーズンだから何月に届くんですか？2月と5月と7月と9月と12月、うん、おお、ちょうどいい具合にね、3ヶ月ごとぐらいですか、はい、うん、に届くっていうことなんですよ。ワンセット幸福価格なんですよね5290円という幸福っていう、もうどこまでこだわるんだって話ですよね。語呂合わせがすごいですねうん、でこれはね、5スタイルのホームページ、あ、
に行っていただけると、購入方法、あと YouTube でね、本当に詳しい買い方、購入の仕方が出てくるんですよね。素晴らしいですね。あれも親切ですね。だって今わからないですもん、いろんなやり方があって。そうですよね、いろんな会社さんがあって ね本当に。だから、それを見ながら、購入できるという、これはカード決済のみということなんで、そうです ね、はい、気をつけていただきたいと思います。で、購入したらインスタグラムでハッシュタグ季節の福袋とか、ハッシュタグ、ファイブスタイルとか、そうですね、で出してほしいと。で、交流を続けていけたら、購入してくださったお客様、オンライン上で会をしたりとか、そういう感じでこう繋がっていけたら楽しいなぁなんて思ってます。わあ、ぜひ皆さん、書、生、植物ね、書と整うと植物、この3つの幸福セット、はい、季節の福袋をお買い求めください。おすすめです。ありがとうございます。で、あっという間にこんな時間なんですけど、はい、彩子さんの2022年の決意を一言お願いします。決意ですか、はい、すっごく緩くなっちゃうんですけど。いいですよ、緩くて。もう楽しく、過ごせればいいなと思ってて、うん、それが一番。今、すごくこれをしなきゃっていうよりは、気持ちが、あ、楽しいとか、あ、むくなっていうところに、自然とエネルギーを、こう体重をかけるような感覚でいます。へー、だってこのね、あのプランツアートもオクラが入ってるんですよ、真ん中に。そうなんです。すごいですよね。ます楽しい感じですよ。で、毎回ゲストに聞いてる光の名言、好きな言葉なんですけど、はい、あ、はい、これ最近の、古くからじゃなくて最近聞いて感銘を受けた言葉を、うん、皆さんに一つご紹介したいなと思って。どうぞ。人生のミッションがですね、達成されたかどうか分かる基準があるそうなんですよ。何でしょう。はい、それがあなたが生きているかどうか。生きてますよ、みんな。でしょ、うん、だから生きているってことは、まだあなたがこの瞬間にまだ生きてるんならば、やるべきことがまだあるってこと。まだまだあるってこと。そうそうそう。はあ、そうですか。もう山積みですね。じゃあ、やるってことはやることがいっぱいあるっていうこと。なるほど。じゃあまだまだ私やりたいこといっぱいあるので、うん、長生きします。そう、生きていける。彩子さんもね。そう共に楽しんでいきましょう。今日の光の仕事人は、フランツアートクリエイター園芸福祉士の権内賀彩子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。